摩藩から伝令。おやら向かっているらしい。いよいよ暁と戦うことに。はい、うん、なんてね。鹿丸も頑張ってるんだ。アスマ先生よ、ヘビースモーカーのあんたが2日もタバコを吸ってね。やあ、お前に心の中を見透かされるようじゃ俺もまだまだ。こんなの3代目が亡くなった時以来だ。あ、守護人十二支の仲間だったのは知ってるよな。行かないか。確かに今まで別に地力のことで禁煙したわけじゃないのよ。そう、気を抜くなよ。じゃあね、スレションと行くか。ここが監禁所だ。隠し扉に問い。こちらに。ああ、チリプだ。今回は大物だったな、カクズさんよ。くっせえな、お前子が。こんなしょんべんの匂いだか死体の匂いだか分かんねえとこ。カクズ、遅かったな。まずは一人。ああ、いって、なんだてめえら。なんだよこれ。こいつ不死身か。お、新近所にまた行かなきゃなんねえのかよ。磁力。お前ら暁を拘束または抹殺するよう命を受けてきた。だがさすがにいい能力を持ってやがる。てめえら狙う順番を間違えたな。術が外れた。部屋の真ん中の珍しく金に縁があったな、ヒダン。金はてめえにやる。隠す。それからヒダンか。あら、それを俺に言うかよ。な、無理か。何のつもりだ、あの図形。新時間だい。すぐに首を跳ねて動きを止める。それじゃリスク最善の手だ。アスマのこんな顔初めて見るぜ。しかもの声の相手の力が分かっているならなおさらここへ行く。戦意なく逃げようものなら俺たちは全滅する。保っていけないってな。俺には犠牲もやむなしってやつだ。まさかアスマのやつ。確かに俺たちには分が悪い。だからってアスマが犠牲駒に。めんどくさがりなのは知ってるよ。だから面倒なのを避けるためにさ、いろんなクマの個性を生かすことで様々な局面を作り出すことができる。だいたいこの本を読めばわかる。あとはやりながらだな。負けた。なんすよ、敵陣突破の先兵だってね。の先兵か。お前らしい合理的な考えかもしれんが、だが敵陣を切り崩し大ダメージを与えた暴銀は犠牲駒となる。俺はそこまで割り切れないってことさ。もう一番やるか。今度はじっくり。戦後もやむなしと思わせるほどの敵ってことか。確かにそれどころか、俺たちを守りながら戦うとなれば圧倒的。やつら間違いなく大駒だ。大駒を捉えるには俺たちじゃその餌としては役不足。ただの捨て駒にはならねえよ。お前がいるんだからな。作戦会議は終わったか。痛い。の痛みを知らねえクソ野郎には神の裁きが下るぜ。
あいつを食らったら終わり。あいつは影の湯を警戒しながら戦わなければならない。こっちが有利、有利な戦いを生み出す。基本的には間違っちゃいない。いくらにも限りがある。捕まえなきゃこっちの戦いは始まらねえ。しまった。とすごいがな。くそ、いらん、油断する。うまい。さすがこの二人は息が合っていると言って信用するわけにもいかねえが、ちょっと援護してもらえねえすかね。おめえら必死すぎなんだよ。無神論者どもは一番効率のいい方。今だ。今度は逃げ場。先に雑魚の方から片付けてやろうか。あずま。カトンが排斥症。動きを止めただと。次第に明らかになる被弾の能力。できないギリギリの窮地の中で敵陣突破の先兵を買って出るアースが激しい爆炎に包まれるのだった。せえだろう。裁きが下ったな。どういう。俺の腕まで。奴の術か何かか。これより儀式を始める。俺と一緒に最高の痛みを味わおうぜ。これより儀式を始める。さあ。どうしてアスマ隊長が火傷。アスマ隊長も術を食らったんだ。これってまさか。これで全ての準備は整った。むちゃくちゃ痛いから。くれエタロこだ。他人が死ぬ時の痛みが俺の体の中に染み込んだ。左足を押さえてるよな。やっぱりおかしいぞ。体と俺の体も何らかの仕掛けで繋がってる。すごい。ここかい。両足ってのもいいよな。俺にするか。なあ。もうやってる。よくやったぞ、シカマル。バックアップを要請してから何分経ってる。10分程度だ。あいつをやれば明日は隊長も。効果が持続するタイプの術を。何かしらのルールや用いるためのリスク、穴がある。俺はこの術を解く術を考えねえと。そう思ったの。考慮時間はわずかだ。長わけにはいかんからね。てめえは引っ込んだらって言ったのが賭けだ。正直この状況、もう一人が攻撃してこないのはラッキーだった。ん思い出せ。俺は想定外の敵と戦う想定をしてきたはずじゃない。体術、現術、出社のタイプの見極め、
一つでも多くの情報を得て瞬時に判断しなくちゃならねえみてえなのが相手じゃ情報を得る時間なんてもらえねえだろうな。出てるのか。いや無駄だって結論に至ったとこっすよ。浮かぶだろうな。その情報がつかめればね。初対面の暁ある。悔しいけど奴ら半端ないっすからね。判断と分析力は木の葉でも屈指のものだ。一対一でその頼らない者もその責任を果たしていないことになる。ダメなんですよ。じゃ、なんとかしろ。仲間がやられる前に。何に残してくれたんだ。考えろ。考えるんだ。発言、性格、口調のパターン、身につけているもの、先生。その全てから導くことのできる術についての仮説の作戦。なるぜ。神、裁き。すでに敵。これで全ての準備は整った。準備。何か分かったのか、しかも。ああ。十手先を200通り思考する素早い分析力と、そこから最善の手を選び出す。魔法。手するのか。どうするんだ。呪いが解ける。一体どういうことだ。攻撃範囲を広く取り、とにかく相手に当てることで出ることができれば、それで確実に相手を殺せる術を持ってるってことだ。違う。呪いたい相手とリンク。奴ら血を舐めの血が付着すれば、それで相手を呪うことができる。だがそれだけじゃない。呪いの発動にはもう一つの輪。さっきあいつはアスマのカトンの術を無視して食らいながらでも準備が整ったと吠えたことで、あいつがあの角。このガキ。あんた、このガキ。わっ、出たぜ。よしよし、動けねえ。だから気を抜くなと言ったのだ。かなり危なかった。鹿丸の的確な分析がなければ貸したやつだ。アスマさんが一目置くだけのことはあるな。で、残りはあと一人か。欲しければもっと早くに言うべきだったな。つうか、おめえが最初に手を出すなと言ったのはお前だ。それにまあ、バカにしたり軽蔑してる気持ちはね。いいから、とにかく体も乗ってきてくんねえかな。カクズちゃん、頼むよ、お願いね。おい、ちょっと待てって。ほら、カクズ、体だ、体。無視かよ、おい。いただっか、おい。カクズ、髪引っ張ってんじゃねえよ、ほら。どう見てもこれ、怪我のレベルじゃねえからな。こいつが切りやがって、チュー、スーパー激痛だ、クソ野郎。バカじゃ。だが、お前、不死身でも、ああなりゃ何もできねえ。とはいえ、あいつは、せさ、さらに、仲間が見えねえ。いや、見せていないことからの自信か、だ。ならば今は、俺たちが有利な状況と見せ、妻隊長の傷を逃げるチャンスができたってことにもなる。その場合心配なのは。
ったね。あいつら何をしてるんだ。首がくっつきやがる。そっから開けて。おめえはいつも口を切り離された体を縫い合わせる術を持つ男。くそ。お前は戦闘も話もとにかくタラタラ長い。ちょっぷりと返してやら、戒律破るわけにはいかねえからな。分かってる。させて隙を作り、この妙な液体とお前らの連携甘いな。無駄なよ。今だ。術。いいぞいいぞ。バチバチ始めるが、じゃねえとまた儀式がタラタラ長いとか言われそう。あばよ。アスマー後ろあばよ。結局あんただって、ね、俺のせいだ。俺が甘いのか。それが今打てる最善の手だ。アスマがこんな顔を始めた時になんてあんたには向いてない。ただの捨て駒に俺のせいでこんな目に遭うこともなかったんだ。どうなんだよ。やっと目を殺す痛み。やめろ。
助けに来たわよ。いいの、シカマルを安全な場所に。大丈夫か。それよりアスマ隊長を。アスマ、まだかすかに脈がある。長次、すぐにアスマ先生をこな。賞金だ。その隙にアスマさんを運べ。ちよと、お前らは神に捧げられる見栄だ。たか、これからがいいとこなんだ、本当。誰かと通信してるのか。今度呪ってやろうか、ったくや。どういうことだ。急いでアスマを連れて行くぞ、早く。だからじゃあね、クソ野郎ども。クソ、私は医療忍術を。うん、もういい気分でわかる。ここだ。来たこと、今になってやっとわかった気がする。最後に。先生、もう喋っちゃダメだよ。長次。アスマ先生の。いいの。はい。長次もシカマルも、こいつらブトレから桜には負けんなよ。長次、誰よりも強い忍びになる。自分にもっと自信。無理かもしれないけど、頑張ってみる。お前は頭が切れるし、忍びとしてのセンスも。リアのお前は嫌がるだろうが、勝てなかったな。そういや、玉が教えてやる。耳こせ。今日から第10班の担当になる。泣くなやん。まだ厳しくするって言っただけだろ。煙が。嫌いだな。